バギドポリスか名前。バギドポリスだそうですよ。めっちゃ出るじゃん。ウサギ人参と呼ぶ私は。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、藤田美代でございます。というわけで本日もファイナルファンタジー7リメイク続きからやっていきましょう。というわけで大丈夫？バレットお腹すいたのかな？はい、というわけで、そう、前回さ、マリーちゃんの近くに箱があると思って、そういえば取ってなかったなと思って、ここか、それを取りたい。ここってエアリスの部屋かな。お、あ、マリンちゃん寝てるね。負けねえからな父ちゃん。よかった、マリンちゃんが無事で。そうで、これかな、これがね、映ってたんだけど忘れてましたね。はあ、厳重のお守りなんだろう。ちょっと待ってね。あ、召喚獣が強くなるみたいですね。ちょっとじゃあティファにつけとこ。 OK、 そしたら、アイテムとかあるのはここだけかな。これあれだよね、クラウドが、あ、入れない、あー入れる、そうそう、クラウドが出てきた部屋だよね、エアリスの家に来た時。別に何にもないのかな。アイテムあるのはこの部屋だけかな。こんな人のお家のアイテムを取っていくっていうね、なんてやつだって感じですけど。上も行けるけど、一応チラ見して、まあ何にもないかな。何もないね。ちょっと待って、エアリスの部屋なのか、マリンちゃんが寝てる部屋、ちょっとわからないけど、変な日本語になっちゃったっていうか、ティファをすごい押してる。ちょっと待って、あー、ドア開けっぱなし、閉めてあげて。何もないよね、なんか読むものとかないね。 OK、 じゃあ行きましょう。よし、そしたら7番街に戻るのかな。とりあえず出てみよう。来た道を戻るだけでは帰れないのではと思うけど、だって塞がれてたよね。まあまあ目的地の、あ、そうそうそう、瓦礫で埋まってたよね。うん、どうやって入る。公園から地下通路へ降りよう。ああ、あれが公園もダメじゃない。別のルートがある。うんうん、エアリスから聞いた。なるほど、ここで、さすが古代種だぜ。それ関係ある、深い意味はねえよああ、ここでエアリスと通った道が生きてくるわけだね。 OK、 じゃあ行ってみよう。すっごく揺れてちょっと待って、そうか、あそこの道もう一回通るのか。塞がれてたりしないのかな。ん、ちょっと待って、俺がついてるから心配。道が、道がわからない、ちょっと待ってねあ、そういえばモーグリモグの、あ、ここ行ける、あ、行けない、行けないのかな、通れない、さすがに今は通れないのか。ここだよね、通れないっぽいね。 OK、 行けるのかなって思ったんですけど、行けなかったね。で、あれ、体力とかって大丈夫、ちょっと減ってるのか、休んだ方が良かったか。どっか休むとこあったよね、この辺か。あー、そういえばデブチョコボとかやってないわ。デブチョコボチャレンジしてみる。ちょうど3人いるし、ちょっとチャレンジしてみようか。3人とか数が多い方が多分少しは楽なのではと思うので、多分しばらくやってないんだよね。できるかな。あ、あ、近っ、ご無事でしたね。近っ、え、この状況を乗り越えられるような新たなマテリアを生み出していきましょう。ちょっと、え、どういうこと、こんな近いことある。あ、ちょっと待って、クラウドさん、びっくりした。仮説を思いつきました。はい、
こちらのデータ提出のご協力をお願いしますね。びっくりした。ちょっとカメラの位置が悪かったのかな。 OK 治りましたね。いやびっくりした。もう画面一面マテリアボーイだったからびっくりしちゃった。いや可愛いって思ったけどさ。そうデブチョコボそういえばやってないわ。では携帯バトルシミュレーターを装着してください。ずいぶん前だよねあの時やったの。いつだ、ウォールマーケットでやったのかな。しばらくやってないと思うので、もしかしたら今なら勝てるかも。デブチョコボ強かったんだよね。まあ多分時間かかると思うんでちょこちょこカットしながら行こうと思います。いやあとちょっとだと思うんですよね。前もねあとちょっとのとこまでは行ったことあるんですけど、このあとちょっとからがね、なんかすごいいっぱいちっちゃいモンスターみたいなのが出てきてきついのよね。あとちょっとだと思うんですよ。やばいな、飛び上がってるな。飛び上がっているけど痛い。うわーティーファー、うわー可愛いな。でも仲間にしたいな、仲間にしたいな。デブチョコボこれは仲間にしたいですよ。あとちょっと、あ間違えた、見破らなくていい。あとちょっとよ。あバーストになってる、ナイスナイスナイス。倒せそうだと思うんだよな。いいね、よいしょ。あとちょっとじゃない、パレット使えるかな。あー微妙に使えないか。ぶっぱなすしとこう。きついのよろしくって言ったの今。あとちょっとじゃない、まだかな、まあ、あとちょっとっぽいけど、この周りのも倒さなきゃダメとかじゃないよね。倒した、やったー、やっと倒した。いややっぱ3人いた方がいいわ。なかなかね1人だと倒せないですね。3人いると強いね。よかった。チャメッケはスケールも違いますね。スケール違う。愉快な相棒デブチョコボとともに力を合わせて軽やかに神羅を倒してください。わかりました、やった。デブチョコボつけよう。よしよしよし、引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。はい、チャドリーかわいい。 OK、 よしじゃあちょっとデブチョコボつけます。お、デブチョコボは無属性の物理攻撃が得意だって。じゃあ割と無難に、当たるってことかな。あ、いいじゃないですかね。いや可愛い、嬉しい、やっと取れた。よかった思い出して。うん、 OK、 ちょっとセーブします。 OK、 じゃあ行きましょうか。行くのはこっちでいいのかな。やったー、デブチョコボ可愛い、嬉しい、やっと取れた。そう、 あともうちょっとみたいなところでね、最後なんかモンスターがわーっと出るんだけど、そこでいつも負けちゃってさ、悔しい思いを何度かしたんですけど、今回は3人もいたので勝てましたね。ですごい地響きだったな。エアリスと通った場所は本当にプレートがない。んどこだ、もうちょっと先か。一応近づいてはいるよね。 120m って書いてあるし、どの辺だ。とりあえずここまで来て、あーこっちか。 OKOK、 あれなんか地図に7番街へと続く道、もう一個目的地出てる。気のせいか、気のせいか。まあいいや、とりあえずこっち行ってみよう。またあれかな、あのアームとかやるんかな。さすがにもうやらなくて大丈夫かな。こないだやったのが残ってるかな。箱フェニックスの尾、わ水が出てる。こないだと同じ感じかな。ただまっすぐ通るだけでいいんだったらいいけど、絶対そんなわけないよね。絶対なんか機械ロボットとかモンスターとか出るんだと思うけど。あ、ここは BGM これなんだね、いいね。よし、さてなんか出るんかいな、行ってみよう。いるいる、早速。これなんだっけ、ホールイーター、戦ったことあるよね。 OK、 サクッと倒しちゃいます。 勝てたね。 OK、 勝てたね、すぐ倒せた、よかった。
こういう感じのなんかちっちゃいモンスターが出るだけとかだったら全然いいんですけど、アームは？アームは大丈夫かな。あ、そっか、でもはしご下ろしただけだもんね。アームを使った理由はエアリスがアーム乗ってはしご下ろしてくれた感じだもんね。じゃあはしごはもう降りてるから大丈夫なのか。いやー懐かしいね、エアリスとここでハイタッチしたのが。エアリス無事かな。まあお客扱いしてくれるって言ってたからそうであると。あ、行き止まり？どう？あそこ行こう。オッケー。危険なモンスターはいるな。あ、なんとかなるだろう。危険なモンスターいるの。オッケー、わかった。危険なモンスターいるって、みんな気をつけて。みんなっていうか、まあ気をつけるのは私なんですけど危険なモンスターってなんだろう、どんなモンスター。よし、カフェインの量5倍とかかな、そういうこと。お、仲間何匹。メガポーションありがたや。8個。なんかこういう同じマップ戻ったりするの結構好きよ。メンバー変わったしね。何これ、あ、何これ、え、何これ、なんか初めて見たの。何これ何これ、え、わわわわわわわ、何これ。ホールイーターのちょっと強いやつかな、見破ってみるか。見破る。ホールイーターアッシュ、なるほどね。通常個体より大きい、ふんふん。まあ氷が弱いのか。人間の味を覚えだって、怖っ。オッケー、グランバキュームだそうですよ。あれ、ブリザードってブリザが使えるようにならなかったっけ。ティファがつけてるのか。エアリスにつけっぱなしか。ちょっと待ってね。よいしょ。どのくらい痛い、効くかな。あー結構効いたね。あ、まあまあそんな、あ、倒した倒した。うわー、ちょっとあれだね、見た目気持ち悪いね。オッケー。いやーなんかバレット嬉しいな、久々にいると。バレットサングラスどこ行っちゃったの。アイテムとかある。ここって通ったことない道ってこと。なんだこりゃ、あ、なんだこりゃ、え、かわいいのか。うさぎみたいだけど、叩きのめしてあげるだって。なんだこりゃ、新しいのが出るようになった。わわわわ、何これ何これ、怖っ怖っ怖っ。見破ろ見破ろ、なんだこりゃ新しいモンスターテンション上がるね。あ、また氷だ。え、神羅の科学部門によって生み出された人造生物だって。はあ、研究所から脱出した個体が繁殖し広まった。へえ、面白。まあまあまあ、まだ使えないか。使えるようになった、ティファ。ティファがブリザガまで使えるか。オッケーオッケー、ティファにつけたのか。どう、結構おお、バースト。あ、結構強いのかな。ぐるぐるパンチ、ぐるぐるパンチだって、かわいい。うわ、怖い。ドキドキ。ブリザラ当てる。バレットとかも使ってみるか。ブーパラース、いいね。お、勝った。こんなところかな、こんなところかな。うん、まあそんなびっくりするほど強いわけではないね。なんじゃ今の、ちょっと可愛かった今のはね。いや面白い、新しい。あ、これは竜の落とし事を今のやつか。 OK、 じゃあこれはサクッと倒します。 OK、 倒してセーブしました。さてこっちか。おも、え、あ、こっち行けない。あれ、どっちだ。あ、なんか行けるっぽいけど、え、あ、こっち。あ、 OKOK、 面白いね、神羅が作り出した生物、なんだっけ、人造生物。まあ、モンスターってこと、そういうのもいるんだ。お、メインストーリー進んでるね。何もない。ここのマップの曲好き。あ、出た、機械、機械出ました。久々だね機械。なんか久々じゃない、しばらくモンスターばっか見てた感じするけど。あー、これだ。あー、まだ溜まってないか。あれになっちゃった、なんか吹き出しマーク。やまびこ煙幕が効くんだっけ。やまびこ煙幕、
使ってみよう。あ、効いたね。あ、すごい。山彦煙幕さ、拾うけど何に使うんだろうと思って、そういえば見てなかったね。溜まってるかな。サンダー、そっか、サンダーしか使えないか。ティファもつけてるかな。つけてない。じゃあクラウドか。うわー、怖っ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 よし、じゃあ当てます。とどろけ。お、召喚獣出てるね。あー、使ってみたい召喚獣。あれ、チョコボ、ちょっと待ってよ。その前に倒しちゃおうかな。あ、いや、そうでもないか。結構強そうだね。結構強そう。あ、山彦煙幕入手してる山彦煙幕使って入手した。ありがたや。オッケー、召喚獣。あ、まだまだか、まだかな。多分ゲージが2ついるのかな。ちょっと待って、間違えた。バレットのサンダーを当てておいて、感電注意、使えるかな。まだか。あれ、使えない。ゲージ溜まってない。あれ、出ないね。あれ、クラウドは出ないわ。じゃあ別の召喚獣呼ぶか。サボテンダー呼んどこじゃ。久々サボテンダー。準備はいい、かわいいティファ。結構強いな、結構強い。おお、かわいい。あ、ティファ、ティファだってティファって言っちゃった。ティファ戦闘不能になっちゃった。オッケー、じゃあフェニックスの、お、まだいけるな。使って回復しないとまずいな。回復できるかな。ケアール、ティファ、あ、もう一個上にすればよかった。で、私は、あー、もうあれがないのね。MP がないのね。おいしょ。まあ、あともうちょっとって感じだね。半分以上は減ってるかな。でも結構強いね。強めですね。強めでございます。よいしょ。OK。じゃあ、サンダラを当てる。撃たれる。あー、もうちょっと、もうちょっと。いけるいける。よかった。OK。次行くぞ次。お3人並んでこっち見た、かっこいい。 OK、 強かった。結構やっぱりモンスター出るか。モンスターというか、なんというか、ロボットというか、まあ何もなく通れるわけないよね。あそこ踊ってない、またウサギみたいなの。ウサギなのか人参なのか分かんないけどさっきのやつ名前が覚えられない。なんか面白い名前だったよね。人造生物、人造生物、踊る人造生物。ほら、俺たちの敵じゃない。 OK、 倒しました。回復とかもしました。またいるじゃん、またいるのだが、すごくない。何、バギド、あ、これ怖いね。バギドポリスか、名前バギドポリスだそうですよ。めっちゃ出るじゃん。ウサギ人参と呼ぶ私は。ウサギっぽい耳が生えてるけど、なんか形は人参っぽいから、ウサギ人参、やっつけてやる、やっつけてやったぜ。ウサギ人参、ウサギ人参ってちょっと可愛いから倒したくないな自分で名付けておいて。こっちか、こっちもなんかある。箱とかないですか。ないね。箱ください。ないね。意外とないもんだな。なんかしばらくアイテムというアイテムを見てない。あら、これはちょい強かな。全然気づいてないね全然気づいてないね。オッケー、倒しました。お、バレットのレベルが上がったね。もうすぐさ、すぐ MP なくなっちゃう。エーテルを使うと。オッケー、もうこれだけでこれだけで回復しますから。よし、行こう。すごい、めっちゃ敵出る。歩くたびに敵が出る。歩くたびにバトルよ。バトルってスキップできないよね。に、あの、その場離れようとしても
離れられない気がするのだけど、まあ別にレベル上げたいからスキップしないんですけどね。できたとしてもよほどのことがない限りは。なんかこれは広い、ボスっぽい広さ、中ボスみたいなの出るかな。あ、やっと箱があった。 MP 回復した、ありがたや。よいしょ、シュン。大丈夫かい、手が摩擦で火傷しそうだよ。何もないか、何もないね。登ろう。よいしょよいしょよいしょ、箱何もない。あ、あ、あ、ポーションありがとう。箱、箱あった、やった、箱だ、やっと箱に出会えた。箱っていうのか分からんけど、お、モーグリメダル。いやだからモーグリメダルの彼に会ってないんだよしばらく。あれ箱じゃないよね、なんていうの、入れ物。またこれいるじゃん。お、結構一気に倒した。一丁上がり、一丁上がりしたのクラウドだけどね。いやバレット面白いな、バレットめっちゃ好き。よいしょ、バレットのサングラスの行方が気になるけどね。本当どこ行っちゃったの、まあ、サングラスない方がすごい優しそうなお顔で、ない方が優しそうではありますけど。こっちか、そろそろ出られる、出られるっぽい香りがしますけど。あれ間違えた、これ戻ってきちゃった、もしかして戻ってきちゃったよね。今なんかこれ見覚えあるなって思った、戻ってきちゃったのかな私は。私は戻ってきちゃったのかな。大変だよ皆さん、方向音痴はねこういうことになりますからね。方向音痴はこういうことになりますから、元に戻ろう、元の場所に。いやなんかおかしいなと思ったんだよ。あ、逃げられたわ、あのバトル。試しに走ってみたらエスケーピングって書いてあった。そういえばさっきも書いてあったかも。そっか、逃げられる時と逃げられない時があるのか。なんかあのどこだっけ、下水道みたいなところは確か逃げられなかったと思うんですけど、まあ場所によるのか。ここまだ来てないよね。 OK。 ちなみに方向音痴なのはゲームの中だけで、現実では地図を見たらちゃんとたどりつけますので、ご心配なさらず大丈夫です。ゲームの中ではなぜか、あれなんかどなたかいらっしゃるけど、その人あれかな、前になんかエアリスとクラウドに喧嘩売ってきた人かな。こっちも行けるけど、あ、これは箱があるだけか。お、プレートガードだって、なんだろう、ちょっと待ってね。お、プレートにマテリアを配置して固く防護する腕輪です、だって。へえ、ちょっと下がるところもあるけど、ティファにつけてみようかと思います。 OK、 じゃあ行こう。やっぱあっち行かなきゃいけないんだ。なんかバッと持ってうろついてる人がいたけど大丈夫ですか。なんかある、何もない。こんにちは、あらー、またあれだよね、やっぱそういう感じの人だよね。前にこの辺通った時にさ、あのめっちゃ近いな、ティファと、あ、ティファじゃないや、あれさっき私ティファって言った、もしかしてクラウドとエアリスで絡まれた。動けなくなっちゃった動けなくなっちゃった。バレット使おう。あれ、あ、バレットだと思ったティファだった。そして動けない、クラウド、クラウド、クラウド、もう2人がクラウドを見守ってたよ。大丈夫かなこの人ってビリビリしてるけど大丈夫かなってめっちゃ見守ってた。え、なんかここ取ったことないよね。あ、すごい、馬、え、面白、こんなとこあったんだ、入れない。へえ、あ、もう、びっくりした、また現れた。これは何、みんなバグラーって名前なの、そういうグループなの、そういうグループなんかな。ファイラもったいないか、ハゼロ、ハゼロ、うん、これでいいね。あー、なるほど、ここがビリビリするんだ。さっきからなんだろうって思ったら、なるほど、よいしょ、仕留めた。オーバードライブ当てる、
いいね、もう素早すぎて何も見えない。よいしょ、あ、かっさばく怖、かっさばく怖。え、あ、ティファがめっちゃ食らっちゃった。次はもっと。ううん、うん、私こそ。いやいやいや、ごめんごめん、かっさばかれちゃったんだね。回復しよう。オッケー。あ、箱、箱は見逃すわけにはいかない。たまに見逃してると思うけどまたいるけど、もうそこステルスキルしたいよね。あ、またブッチョいるじゃん。あ、出た、身ぐるみの人また身ぐるみの人いるじゃん。すぐ身ぐるみ身ぐるみって言うんだから。あ、ジャイアントバグラーってすごい名前。ジャイアントバグラーって何、そのボスかな。なんかすごくない、見た目かっこいい。あ、怖っ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 、怖くない。この人たちさ、何度も出てくるんだね、面白いね。ジャイアントバグラー怖、ジャイアントバグラー怖。あー、ファイラー使えないか、回復しないと。誰か使える、バレットが使えるか。バレットのエーテルをじゃあクラウドに使って。ありがとう、フルスイング嫌だ。よいしょ、ちょっとティファ使おうかな。あ、これバレットだった。ジャイアントバグラーとバレットの違いがちょっとわからなかった今よし、オッケー、いいですね。で、強打強打、まだ使えるかな。秘技解放爆裂剣、当たった、今当たったか。おいしょ、うわー、なんか、あー、すごい、持ち上げてたよ、すごくなかった今、すごかったんだけど。すごいねこの人、初めて見た、初めて見たよね多分。倒せそうだね。よいしょ、オーケー、倒しました。いや、びっくりした、あ、シャワー浴びた。すごいことになってない、なんか大丈夫ですか、こうパイナップルみたいな人か、大丈夫ですか、お大事に、さいなら。あ、ちょっと回復しよう。